こんにちは、ひねるです。今回はゲーム会社の歴史シリーズ第2弾任天堂編でございます。任天堂といえばマリオやゼルダ、スマブラ、スプラトゥーンといった数々の名作ゲームを生み出した言わずと知れた日本を代表するゲーム会社です。2020年現在は任天堂スイッチの売り上げが好調で、3月20日には大人気シリーズ動物の森の新作発売も控えています。そんな任天堂に関して先日海外のゲームメディアポリゴンにてこのような記事が投稿されました。任天堂は他のゲーム業界から10年遅れている。記事を読むと、マルチプレイヤーシューティングゲームやオープンワールドゲームのトレンドからだいぶ遅れて、スプラトゥーンやブレスオブザワイルドを発売したというソフト面での遅れに加えて、 1080p 対応や VR へ進出するタイミングが他社に比べて遅かったというハード面での遅れが指摘されています。といっても記事はジョークのようなテイストで進行し、技術的に遅れているからといって競争に負けているわけではないと書かれていることからも、決して本気で任天堂を批判する内容ではないことがわかるのですが、事実として任天堂がトレンドやハードの高性能化にこだわらないという姿勢は広く認知されており、それが時にネガティブな評価を生むことも少なくないです。しかし考えてみると不思議じゃないですか。任天堂といえばゲーム業界で高い業績を残し続ける一流企業、他社と並んで最先端の技術を結集した高性能なハードを作ることもできるはずなのに、なぜそれをしないのか。また仮にハードの性能で劣ったとしても、ソフトの売上本数ではライバル企業を圧倒し、いつの時代も多様なユーザーに愛される理由はなぜなのか。こうした疑問の答えを見つけるために自分なりに任天堂の歴史をたどってみたところ、今まで知らなかった事実や任天堂が大切にしてきた哲学の一角に触れることができて、ゲームを遊ぶのとはまた違った楽しさがありました。そこで今回はそんな楽しさを皆さんと共有できればなというスタンスで、僕の調べた内容、任天堂の歴史だったり哲学だったりをご紹介していきたいと思います。古くからの任天堂ファンという方にとっては物足りないかもしれませんが、おさらいにはなると思いますし、ゲームは遊ぶけど会社の事情は知らないなという方には、あ、そんなことがあったんだねという新しい発見があると思いますので、ぜひとも続きをご視聴いただければと思います。任天堂の歴史をたどるにあたって、まずはこちらの年表をご覧ください。こちらは任天堂公式ホームページの会社の沿革というページから一部抜粋した内容になります。新しい出来事から確認しますと、任天堂スイッチライトが発売されたり、任天堂スイッチオンラインのサービスが開始されたりとあるんですけれども、歴史を遡ると今から約130年前、1889年に山内房次郎が京都市下京区に任天堂コッパイを創業したことが全ての始まりです。工業家として確かな腕を持っていた房次郎は、石灰問屋海岸でセメントを取り扱う傍ら、任天堂コッパイにて花札の製造販売を開始します。プロの博打打ちは勝負のたびに新しい花札を使うため、房次郎の花札はよく売れました。ちなみに社名にあるコッパイとはカルタを意味しており、カルタとはポルトガル語でカードを意味する言葉です。余談ですが、ピクミン3の主人公たちの出身惑星はコッパイ星、3作目にして原点に立ち返るという意味が込められたのかもしれません。1902年には日本で初めてトランプの製造を開始します。トランプを普及するにあたって房次郎が交渉した相手は、明治のタバコ王と呼ばれる村井吉兵衛。村井の持つタバコ流通網を花札とトランプの販売経路に用いることで、トランプは一気に日本全国へと普及、任天堂コッパイは日本一のプレイングカード会社へと成長します。ちなみにタバコ屋がトランプを売ることに同意した理由については、タバコとトランプの大きさが似ていて売りやすかったからではないかと言われています。また当時はタバコの販売が民営の時代、ライバルとの差別化を図るためにタバコ一箱ごとにシガレットカードと呼ばれる風景や女性が描かれたコレクター向けの小さなカードを封入するおまけ商法が流行しました。房次郎らはこのシガレットカードにトランプや花札の図柄を描き、何枚も集めることで一組のトランプや花札として使えるようにしたようです。これかなり賢い戦略ですよね。タバコ自体に大きな差をつけられないとしたら、お客さんに贔屓にしてもらうための十分な動機となったと考えられます。1907年、後継ぎとなる男児に恵まれなかった房次郎は婿養子を迎え入れます。それが任天堂コッパイ2代目店主となる山内赤涼。家督を相続した赤涼はカルタ製造業を発展させると同時に、房次郎が並行していたセメント業を次女の婿に継承し、分家独立させます。
ちなみにこの会社は現在まで存続しており、株式会社廃鉱本店として京都市下京区に本社が置かれています。業種はセメントや各種コンクリートを扱うゼネコン企業で、現在の任天堂本社の施工を手掛けたのもこちらの廃鉱本店と言われています。1933年には合名会社山内任天堂を設立し、手狭になった本社を移転させ、生産機構の合理化、経営効率の改善を行いました。余談ですが、この時の本社社屋は現在でも建築当初そのままに昭和初期の佇まいを残しており、2021年に改修と一部新築を行った上でホテルとして開業予定とのことです。任天堂ファンという方はロマンを感じに泊まりへ行くのも面白そうですよね。さて話を戻しましょう。1947年、赤梁は株式会社丸福を設立し、カルタトランプの自主流通を始めます。その後も順調に会社を成長させる赤梁でしたが、房次郎同様に家督を相続すべき男児には恵まれませんでした。そこで長女の婿養子に迎えたのが稲葉鹿之丞。ほどなくして山内家待望の長男が生まれます。名前は広志。房次郎から見てひ孫にあたる念願の男の子です。ところが広志が5歳の時、父鹿之丞は近所の女性と駆け落ちして失踪。広志は父親不在のまま育つことになりますが、それ以外は花札屋の跡取りとして何不自由なく約束された将来に向かって育ちます。後に花札屋のボンと呼ばれるのが嫌で仕方がなかったと語るこの人物こそ、任天堂を電子ゲームによって世界的大企業へと押し上げ、組長の愛称で親しまれた期待の経営者、3代目社長山内広志です。終戦直後、広志は東京で遊びたいという理由で上京し、早稲田大学法学部に進学します。祖父が購入してくれた渋谷の豪邸で暮らし、庶民には手が出ないビフテキを食べ、ワインをたしなみ、ビリヤードに興じるなど贅沢三昧な学生時代を謳歌します。そんな生活が一変したのは、広志が大学4年生となる1949年、2代目社長である祖父赤梁が病に倒れた時です。京都へ呼び戻され、病床に倒れた赤梁から後継を命じられた広志は、自分に家業を継がせたいのならと驚きの条件を提示します。山内家の人間は自分一人で十分です。つまり任天堂に今いる血族を全員解雇しろという強烈な申し出です。赤梁はこの条件をのみ、広志は3代目社長に就任します。親族の排除は一見して非常な申し出にも思えますが、若干22歳にして社長となる広志のもとには、様々な思惑で年長の親族が集まることも考えうるため、親族に囲まれしがらみの中で判断が鈍る恐れがあるのなら、それを切り捨てようという会社の存続を第一に考えての苦渋の決断だったのかもしれません。いずれにせよ、22歳にしては大胆な決断を下した広志。この時からすでに経営者としての強烈な才覚があったのではないでしょうか。1951年、社名を株式会社丸福から任天堂カルタ株式会社へと改名し、広志は家業の近代化に着手します。これまでは製造のすべてを手作業で行っていたことから、ボンボンに何ができると若社長に反発するものも多く現れましたが、広志は去るものは追わず、工場を建設してカード製造の機械化に踏み切るなど、粛々と近代化を進めました。1953年、広志は日本で初めてプラスチック製トランプの製造に成功。汚れにくく曲がりにくいトランプは戦後の復興期、そして高度経済成長の波に乗って飛ぶように売れました。1959年、業績を伸ばし続けた任天堂はさらなるヒットを飛ばします。それがキャラクタートランプ。広志は米ウェルトディズニー社と交渉することで、ミッキーマウスなどのキャラクターを日本で使用する版権を獲得します。トランプとは本来博打に欠かせない大人のおもちゃ、それをディズニーキャラクターを図柄に採用したことで、子供向け家庭の団らんのためのおもちゃとして再定義し、それまで接点のなかったおもちゃ店への販路を開拓します。ディズニートランプは発売したその年に60万箱という記録的な大ヒットを成し遂げます。ちなみに、いくつかのゲームルールを記した遊び方を踏襲したことも大成功の要因とされています。1962年、ディズニートランプの勢いに乗り、任天堂カルタは大阪証券所2部と京都証券取引所に上場。
ヒロシは経営規模拡大を狙ってカルタ以外の商売に着手します。その経営戦略の現れか、翌1963年、社名を現在の任天堂に改め、タクシー会社や食品業、ベビーカーにラブホテル経営など、さまざまな事業を始めますが、そのどれもが惨憺たる結果に終わり、任天堂はいつ潰れてもおかしくないという窮地に追いやられます。ヒロシは後に、娯楽に徹せよ、独創的であれ、必需品と区別しろ、身の丈を知れといった教えを後進へ伝え、この教えが任天堂の企業文化を醸成したと言われていますが、この多角経営での失敗こそが任天堂の事業領域を娯楽に固めた出来事だったのかもしれません。1965年、経営の多角化に失敗し、花札やトランプといったかねてからの安定商品でなんとか食いつないでいるという状況の中、一人の救世主が任天堂に入社します。遊びの天才、横井軍平です。横井の開発した商品はコミュニケーション性が特徴。これは大学時代に遊び人だった彼の経験が生かされており、時としてそれが大ヒットを誘発する要因となりました。同志社大学工学部電子工学科で学んだ横井は、就職先に大手家電メーカーを希望します。しかし成績不良により採用する企業はゼロ。地元企業ということでなんとなく受けてみたら唯一採用してくれたという簡単な理由で任天堂へ入社します。ちなみに横井は任天堂が採用した理工系新卒の第1号。入社の経緯こそ軽薄なものですが、彼の入社がなければ現在の任天堂はないと言って良いほど、横井の存在は会社の歴史を大きく動かします。電子工学科出身ということもあり、横井はカードを製造する工場設備の保守点検という業務を与えられていましたが、とにかく暇だったため、工場内にある余った部品で格子状に組んだ骨組みが伸び縮みするおもちゃを作って遊んでいました。それが運悪く社長の山内に見つかってしまい、横井は社長室へと呼びつけられます。新卒1年目の横井は心臓バクバクだったでしょうね。懲罰を覚悟して社長室に入ると、山内は横井にこう言います。任天堂はゲームメーカーなのだから、それをゲームにして商品化しろ。こうして1966年に発売されたのが、遠くのものをつかみ手元に引き寄せて遊ぶおもちゃ、ウルトラハンド。ウルトラハンドは100万個のセールスを超える大ヒット商品となり、この功績が認められて、横井は入社2年目にして任天堂初となる開発課を与えられます。横井のヒットメーカーとしての大躍進はここから始まりました。その後、ラブテスターが発売されたのは1969年。横井が女性と気兼ねなく手をつなげるという動機で開発した異彩を放つエレクトロニクス玩具の成功は、その後の任天堂、ひいては横井自身の未来を決定づけました。ラブテスターとは、愛情を図りたい男女が手をつなぎ、空いた手でそれぞれ電極を握ると2人の相性に応じてメーターが触れるというおもちゃです。その実態は、物体に流れる電流を測る単なる検流計、いわゆるジョーク商品の一種ですが、横井の理論によれば、愛情のある2人が手をつなげば緊張して手に汗をかき、電気抵抗が低くなる。そしてそのままキスをすれば唾液を通して電流はさらに流れるので、愛情メーターもより高く触れる。ということで、根拠のない単なるおふざけ商品というわけでもなかったようです。検流計自体は日曜大工店に行けば誰でも買えてしまうような代物でしたが、横井はアイデアによって男女の愛情を測る機械へと仕立て上げたのです。ラブテスターのヒットによって、横井はエレクトロニクス玩具の開発に傾倒し、これらの玩具が今日の任天堂を代表する家庭用ゲーム機事業へとつながっていきます。1970年には太陽電池という既存の技術を電源ではなく光に反応するセンサーとして用いたアイデア商品、光線銃を発売。当時任天堂へ営業に来ていたシャープの技術者、上村正幸の功績も手伝い、光線銃はその年の玩具の売り上げトップを記録し、シリーズ累計160万丁を売り上げるほどの大ヒット商品となります。このように既存の技術を使って今までにない喜びや驚き、新しい価値を創造することが横井の真骨頂でした。こうした商品開発の手法は、枯れた技術の水平思考と横井自身に命名され、任天堂の企業文化として強烈に根付いていきます。そして1980年に発売されたゲーム&ウォッチこそ、まさに枯れた技術の水平思考で生み出された横井のアイデンティティを象徴するともいえる商品です。光線銃に光明を見出した山内は、このアイデアをもとにレーザークレイ事業を展開します。
レーザークレートはクレー射撃を実弾ではなく光を使って遊べるようにしようという新しい娯楽の形で、ブームが去ったボーリング場の跡地に導入されました。システムの開発は開発家の横井と光線銃の実績を買われて任天堂へ引き抜かれた元シャープの上村正幸、1972年に入社した電気工学科出身の武田玄陽らが先導しました。余談ですが、後に開発家は分割され、この3人は開発第1部と第2部第3部でそれぞれ部長に就任します。レーザークレー場の客足は最初こそ上々だったものの、1973年に起きた第一次オイルショックの影響を受けてシステムのキャンセルが相次いだこと、消費を控えるために客足が遠のいたことなどによって結果的に事業は大こけ、任天堂は多額の負債を負ってしまいます。倒産の危機に瀕する任天堂を救ったのはまたも横井でした。出張中の新幹線の中でサラリーマンが退屈しのぎに電卓で遊んでいる様子を見かけた横井はこう考えます。手のひらサイズでサラリーマンがさりげなく暇つぶしで遊べるゲーム機は作れないものか。このひらめきをたまたま山内と車に乗り合わせた時に話してみると、トントン拍子で話が進み、1980年横井のアイデアはゲーム&ウォッチというエレクトロニクス玩具となって発売されました。ゲーム&ウォッチはその時すでに成熟しきった電卓の枯れた技術を応用して作られたので、製造コストは低く、当時70億円近くに膨れ上がっていたレーザークレー事業による莫大な借金を完済しただけでなく、40億円の黒字が出るほどの大ヒット製品となりました。1981年ゲーム事業に任天堂の活路を見出した山内は、ゲーム&ウォッチによる黒字を元手にカセット式の家庭用テレビゲームの開発に投資します。それがファミリーコンピューター。この時ファミリーコンピューターの開発を任されたのが開発第2部の部長上村です。上村はレーザークレーシステムに携わった後、1977年には三菱電機と共同開発したテレビゲーム15、テレビゲーム6という家庭用テレビゲーム機を手掛け、1979年からは業務用ビデオゲームの開発責任者として開発第2部を率いていました。業務用ゲーム機は製造原価の上限がないため、知識や技術の蓄積が進んだ上村らはレーダースコープというアーケード筐体に当時の最高水準の技術を結集します。しかしその分コスト管理が甘くなった結果、採算が取れず、上村はアーケードゲームからの撤退を余儀なくされます。上村が君しかいないと山内から声をかけられたのはそんな時。開発にあたって苦しめられたのは次の条件、半導体メーカーはシャープ以外にすること。シャープはゲーム&ウォッチへの部品生産でフル稼働しているため、新製品の開発でその供給を滞らせることは許されませんでした。しかし当時はパソコンが市場に出始めた頃で、各社とも DRAM の増産体制に入っており、任天堂の未知数な新製品に協力してくれるメーカーはなかなか見つかりません。途方に暮れていた矢先、後に上村が私と任天堂の最大のラッキーと語る偶然の出会いが起きます。リコーの営業を受けて一度工場へ向かったところ、偶然にもテレビゲーム15、テレビゲーム6で力を借りた三菱電機の半導体チームの面々がリコーへ転職していたのです。こうした偶然の下でファミリーコンピュータの開発は進んでいきます。1982年任天堂は海外展開を図って米国法人を設立。しかし米国に輸出した上村ら開発第2部による業務用ゲーム機レーダースコープに大量の在庫が生じてしまい、任天堂本社は新しいゲームを載せた基板を送ってほしいとの依頼を受けます。そこでお鉢が回ってきたのが横井率いる開発第1部。当時ゲーム&ウォッチのブームに火がつきつつある時代、この好機を逃したくない横井らは新規のチームを作る余裕はなく、ゲーム&ウォッチの新作として開発中だったポパイのネタを在庫トラブルに当てることで対処しようと試みました。米国生まれのポパイなら知名度もあるし、ダブついてる在庫の基板と入れ替えればそこそこさばけるんじゃないかという軽い気持ちのプロジェクトでしたが、突然版権の問題でポパイと仲間のキャラクターが使えなくなります。ゲームの舞台やルールなど骨格は流用できるんだからキャラクターを考えよう。こうして生み出されたキャラクターこそ任天堂を代表する不朽のキャラクターマリオです。そしてこのマリオを考案した人物こそ任天堂が世界に誇る天才クリエイター宮本茂です。
宮本は任天堂初のデザイナーとして1977年に入社します。絵を描くことやプラモデルの工作が好きだった宮本は、金沢美術工芸大学で絵心と造形、2つの興味を同時に満たせる工業デザインを学んだ後、任天堂でのキャリアをポスターやパッケージのデザインからスタートさせ、次第にアーケード筐体のデザインを任されるようになります。そんな宮本に興味を持ったのが開発第一部の横井。一緒にゲーム&ウォッチでポパイを作らないかと宮本を開発部門へと誘い、急遽版権の問題でポパイが使えなくなった折には、宮本くん何かキャラクターを考えてみたらと声をかけ、宿敵ドンキーコングに立ち向かう作業着のヒゲのおっさん、マリオ誕生のきっかけを作りました。当時キャラクター自体に名前はなく、本当におっさんと呼ばれていたそうです。ちなみにマリオと名前がついたのは、米国法人の社員にキャラクターを見せた際に同僚のマリオに似ていると話題になったことからと言われています。こうして1981年に発売されたドンキーコングは世界的な大ヒットを記録。翌年1982年には2画面となったゲーム&ウォッチにも移植され、シリーズ最大のヒット作となります。余談ですが、その後さまざまなゲーム機で採用される十字キーは横井による考案で、ドンキーコングは世界で初めて十字キーを搭載したゲーム機です。これ以降、宮本はしばしば横井と共にゲーム開発を行うこととなり、後に横井は自分の師匠と宮本が語っているように、横井の開発理念は宮本のその後のクリエイターとしてのあり方に大きな影響を与えました。1983年、任天堂をゲーム会社たらしめた礎とも言うべき伝説的ハード、上村ら開発第二部によるファミリーコンピューターが発売します。この年、情報開発部が新設され、山内の100人の盆栽より1人の天才という考えから、宮本は任天堂ゲームの中心的開発者として情報開発部の開発課長に就任します。入社6年目にして一部門のリーダーとなった宮本は、1985年にスーパーマリオブラザーズ、1986年にはゼルダの伝説と、立て続けに今日まで任天堂を支える大人気シリーズを生み出し、以降宮本率いる情報開発部は任天堂社内のソフトを手掛ける最大派閥へと成長します。任天堂をエレクトロニクス玩具メーカーへと昇華させ、人事面でも宮本というタレントを発掘した横井の功績は凄まじいものがありますが、彼の貢献はこれだけにとどまりませんでした。1989年、横井ら第一開発部によるゲームボーイが発売。ファミコンよりもはるかに高画質なメガドライブや PC エンジンが発売され、社内でもスーパーファミコンの開発が進んでいるカラー全盛の時代にありながら、枯れた技術の水平思考によってあえてモノクロで勝負したゲームボーイ、セガエンタープライズゲームギアによる「君のは白黒なの?」という挑戦的なテレビ CM をものともせず、2009年に任天堂 DS に塗り替えられるまで、世界で一番売れた携帯ゲーム機としてゲームボーイは20年もの間玉座に座り続けます。1990年、上村ら開発第二部によるファミコンの後継機スーパーファミコンが発売。ローンチタイトルはスーパーマリオワールドと F-Zero で、そのどちらも宮本のプロデュースによるものでした。欧米市場では先行していたメガドライブと人気を二分しますが、国内ではライトユーザーや大手ソフトメーカーの取り込みに成功し、すでに発売されていた PC エンジンメガドライブを超える規模のシェアを獲得。ファミコンに続き16ビットゲーム機の時代も任天堂はトップの座を守ります。1990年代の半ばに入ると、据え置き型ゲーム機の主戦場は32ビットへと移行。その代表格がソニーのプレイステーションです。実はこのプレイステーション、もともとは任天堂との共同開発でスタートしたプロジェクトで、スーパーファミコン用の外付け CD-ROM ドライブを開発するというところから始まりました。プロジェクトを主導したのは開発第二部の上村と、ソニーの異端児くたらぎ健。上村とくたらぎの関係は、スーファミにくたらぎが設計開発した音声処理のシステムを採用した時から続いていましたが、この夢の共同プロジェクトは頓挫してしまいます。なお、プロジェクト中止の理由は現在も不明。当人たちの口からも公に語られることはなく、ゲーム業界有数の謎とされています。またスーファミの音声処理をソニーと共同開発とする時点で、任天堂の社内外には難色を示す声が多く、これらを押し切って開発を推進した上村の行動はその後問題となり、山内の判断によって上村は以降のハード開発から外されてしまいます。このような背景からソニーは独自でゲーム機の開発を進め、1994年、社内ベンチャーによりくたらぎが立ち上げたソニーコンピューターエンターテインメントよりプレイステーションが発売されます。遅れること2年、
任天堂は当時のスーパーコンピューター並みの処理能力を有したモンスターマシンを発売します。それが任天堂64、通称64は3次元での複雑な動きを強みとして、映像の美しさはプレステを圧倒する高スペックなゲーム機でしたが、その分ソフト開発のハードルは高くなり、ソフトメーカーの参入をとどまらせました。一方、サンプルプログラムやライブラリを配布することで開発者の負担を減らしたプレステは着実に発売ソフト数を伸ばします。64発売後から1年半後、1997年末時点で64向けタイトル数はわずか50本強であるのに対して、プレステ向けタイトルは1000本以上。気がつけば最終的なハード出荷台数はプレイステーションはもとよりセガサターンにさえ及ばず、任天堂は据え置きゲーム機の玉座を失ってしまいます。2001年、プレイステーション2の発売により依然としてソニーが家庭用ゲーム機のトップを独走する中、任天堂は64の反省を踏まえて次なるゲーム機を発売します。それが任天堂ゲームキューブ。性能を上げるのではなく、ソフト開発者がゲーム本来の面白さを追求できることを優先し、光ディスクを採用することでコストダウンにも成功したゲームキューブは、当時のハード部門トップである武田をして任天堂の最高傑作と言わしめます。しかし蓋を開けてみれば64以上の不振に終わり、ゲームキューブはプレステ2に完全なる敗北を喫します。設計思想も完成したプロダクトも素晴らしかったゲームキューブでは、なぜ売れなかったのか。任天堂はこの敗北の原因をユーザーのゲーム離れと推測します。その理屈としては、2000年前後のゲーム市場はハードは売れるがソフトが売れないという状況が続いており、プレステ2が売れたのはゲーム機としてではなく DVD 再生機として購入されているからではないかと考えたのです。我々は声が大きくてゲームをいっぱい買ってくれる人の姿をつい見てしまう。そこに合わせたものづくりをどんどんした結果、ゲームをやる人が減っているのではないか。ゲーム業界の誰もが画面が綺麗で3次元の世界があって、難しくて時間がかかって量が多いほど喜んでもらえると思っていたが、それでは時間の取れない人はゲームから離れていってしまう。こうした危機感を覚えた任天堂は2003年、アジア最大のゲーム見本市東京ゲームショーにてゲーム人口の拡大を宣言します。ゲームから離れてしまったユーザーを呼び戻すことが何より重要です。相談上で力説するのは、山内に代わり任天堂の新社長となった人物、岩田悟です。大人ってこんなに笑うものなのか。岩田との初対面をそう語るのは、大乱闘スマッシュブラザーズの仕掛け人、桜井雅宏。ゲーム制作会社春研究所の面接に赴いた桜井は、18歳の坊やの話に対して屈託もなく本気で面白そうに笑う面接官の岩田に衝撃を覚えたと語っています。岩田の任天堂入社は2000年、山内にその並々ならぬ経営手腕を買われて取締役経営企画室長に就任します。これ以前に所属していたのが先に述べた春研究所です。春研究所、通称春研は、当時最大のコンピューター企業だった IBM の一歩先を行くという意味を込めて、西武百貨店のパソコンコーナーで出会った岩田をはじめとする大学生らによって1980年に設立されました。春研と任天堂の付き合いは1983年のファミコン発売後に始まり、ピンボール、ゴルフ、バルーンファイトといった初期ファミコンの名作ソフトを生み出していきます。これらの開発をリードしていたのが岩田で、中でもファミコン用に移植したバルーンファイトはアーケード版よりも非常に滑らかな動きを実現しており、それに感心したアーケード版のプログラマが岩田の元へ教えを請いに訪れたというエピソードが残っています。いわばこの時の岩田は誰もが認める天才プログラマーでした。そんな岩田が経営に足を踏み入れるには、こんなきっかけがありました。1990年、ハルケンはバブル景気に乗じて不動産投資を始めるも、ゲーム事業の不振と不動産投資の失敗により多額の負債を抱えてしまいます。この時、岩田が社長をやるなら助けるという支援者が現れ、1993年、取締役開発部長であった若干33歳の岩田は代表取締役社長に就任します。公に語られることは少ないようですが、この時現れた支援者というのは、後に岩田を後継へと指名することとなる任天堂山内だったと言われています。山内はこの時すでにファミコンの開発で任天堂社内にたびたび訪れた岩田という若いプログラマーに特別な才覚があることを見抜いていたのかもしれません。山内の予想通り、社長就任後の岩田は類まれなる経営手腕を発揮します。若干22歳にしてディレクターを務めた桜井による星のカービィの大ヒットもあり、15億円もの負債をわずか6年で完済。見事春研究所の経営再建を成し遂げます。再建を図る中で岩田の行ったマネジメントとして有名なのが、全社員との徹底的な面談。
会社、仕事への不満や将来のこと、プライベートについてなど、短くて20分、長くて3時間ほどの面談を半年に1回、100名弱にも及ぶ全社員と行い、会社を取り巻く様々な問題を精査し対処したとされています。またマネジメント業と並行してプログラマーとして開発にも従事、マザー2が4年の歳月を経ても完成されず行き詰まっていた際には開発現場へ応援に駆けつけ、こう宣言しました。今あるものを生かして手直しするなら2年かかります。一から作り直して良いなら半年でやります。その後宣言通りに半年で大枠を作り上げてしまうのですが、この際岩田は現場のスタッフの仕事を奪うわけではなく、スタッフの作業効率を上げるための下地、いわば車を走りやすくするための道路整備のような仕事に力を注ぎ、全員が気持ちよく働けるような環境を作ることで劇的に作業スピードを上げたとされています。それまでの開発環境は、一人のスーパーヒーローに過大な負荷をかけて、その人が倒れたら現場が行き詰まる、いわばバトルネックな環境でしたが、岩田はこれを改善し、大規模開発のマネージメント技術を確立したと言われています。問題の本質を見極め、仕組みを作り、人を率いてコミュニティの力によって解決する。山内はこういった岩田の能力を高く評価したのではないでしょうか。その後岩田は任天堂へ入社し、入社から2年後の2002年、山内から指名を受けて4代目社長へと就任します。岩田42歳の時でした。先に述べた通り、岩田は日本のゲーム市場ではゲーム離れ現象が進行していると危機感を唱え、任天堂はゲーム人口の拡大を基本戦略として、幅広い層を対象としたハードとソフトの開発に取り組むことになるのですが、実は岩田以前にゲーム業界、もとい任天堂の危機を感じ取っていた人物がいます。それが開発第一部の横井。ゲーム機が高性能化していくことに対して横井はこのように感じていました。テレビゲームにはアイデア不足の逃げ道がある。それが CPU 競争であり色競争。そうなると任天堂のようなゲームの本質を作る会社ではなく、いずれ画面作り、 CG 作りが得意なところがのしてくる。こうした危機感を持つ横井によって考案されたのが、1995年に発売されたバーチャルボーイです。このゲーム機の特徴は立体映像。ゴーグル型のディスプレイを覗き込むと、左右の画面に異なる映像が表示されることで、視差により映像が飛び出して見えるというもので、これまでにないダイナミックなプレイ感覚は、まさに独創といえる新しいおもちゃでした。この製品もまた既存の技術を既存の商品とは異なる使い方をして新しい価値を生むという横井の真骨頂とも言うべき製品でしたが、プレイ時の迫力をうまく伝えられないことなどが影響し、結果としては売上台数わずか77万台と不振に終わります。しかしバーチャルボーイに込められた競争ではなく独創せよという山内から受け継いだ横井の信念は、その後の任天堂の DNA に大きく組み込まれ、岩田宮本体制での任天堂 DS、Wii の誕生に強く影響していきます。その後横井は54歳となる1996年に任天堂を退社、コトという小さなおもちゃメーカーを京都に立ち上げました。遊びの世界にいた私が実用品の世界の方と互いに足りないところを補うことで新しいものを生み出せるんじゃないかと思います。横井はそう語り、医療や実用品の分野にゲームの楽しさを応用しようと考えていましたが、会社設立から1年後の1997年10月、北陸自動車道での交通事故に巻き込まれ、惜しくも56歳の若さでこの世を去ります。ゲームの楽しさを他分野に応用したいという横井の意思は、後に結果として岩田や宮本らに受け継がれ、 Wii Fit や脳トレといったゲームの定義を拡大するソフトを誕生させました。先に述べた通り、岩田宮本らによる新体制の任天堂は、ゲームの複雑化に伴うゲーム離れを深刻な問題として捉え、ゲーム人口の拡大を基本戦略に掲げます。こうして開発されるのが任天堂 DS と Wii。 どちらのハードもゲーム操作の高度化に歯止めをかけるため、ユーザーインターフェースの改良によって、このゲームの操作なら自分でもできそうだと普段ゲームをしないユーザーに体感させることを具体的な目標としました。これにより生まれたのがタッチペンやリモコンといった独創的なインターフェースです。任天堂 DS は2004年に、Wii は2006年に発売され、いずれも新しいながらも直感的な操作性で、年齢、性別、ゲーム経験の有無に関わらず誰でも楽しめるゲーム機として新しい市場を開拓し、社会現象とも言うべき一大ムーブメントを巻き起こします。
任天堂 DS のシリーズ累計販売台数は1億5402万台で PSP の8200万台に勝利。 Wii は累計で1億4万台を売り上げ、同時期に販売された PlayStation 3と Xbox360 を抑えてスーパーファミコン以来3世代ぶりに据え置き機のトップシェアに返り咲きました。岩田はこれらのハードを開発するにあたって、技術の進化をベースとする開発はもうやめようと話し、バーチャルボーイの設計思想にもあったように、単にスペックを向上させた力による競争ではなく、アイデアを振り絞ることによる独創で勝負し、見事他社に勝利しました。後日岩田はこう語っています。本来娯楽って枯れた技術を上手に使って人が驚けばいいわけです。別に最先端かどうかが問題ではなく、人が驚くかどうかが問題なのだから。この言葉こそ動画冒頭の疑問、なぜ任天堂は高性能なゲーム機を作らないのかの答えと言えそうです。リーマンショックによる世界経済の危機に瀕しても任天堂は不況知らず、2009年の3月期決算で売上高1兆8386億2200万円、営業利益5552億6300万円の過去最高益を記録し、100年に一度と言われる経済危機をものともしませんでした。その後も好調を維持する岩田新社長体制での任天堂でしたが、2011年に携帯型ゲーム機の任天堂 3DS を、2012年に据え置き型ゲーム機の Wii U を発売する頃に苦しい局面を迎えます。任天堂 3DS は初期の高額な本体価格、 Wii U は深刻なソフト不足が影響して売上台数が想定を下回ってしまいます。しかし 3DS では発売半年で1万円もの値下げをするという英断や、動物の森、ポケモン、妖怪ウォッチなどの人気タイトルの発売が支えとなって売上を徐々に回復させ、 Wii U ではスプラトゥーンやマリオメーカーといった独創的なタイトルの誕生が苦しい時代の任天堂を支えました。2014年、岩田はロイター通信社のインタビューにて、娯楽産業に浮き沈みの波があるのは宿命と語りながらも、ゲーム機一台の不振で瞬時に赤字に陥る事業構造には問題があると指摘し、キャラクタービジネスの積極展開、新興国向けゲーム機の投入、健康などの新規事業を展開することで収益構造の多様化を図ることを宣言します。この宣言の通り、2015年3月期決算において DNA と提携し、スマホ向けゲームソフトを開発すること、 NX という新型ゲーム機を開発中であることを発表します。なおこの時点で発表はありませんでしたが、丸3番に関する答えの一つが2016年にリリースされた歩くことを題材としたポケモン GO であり、今後リリースが予定されている睡眠を題材にしたポケモンスリープなのだと思います。この年は2012年以降赤字だった営業利益も4期ぶりに黒字に転じるなど、任天堂にとって好機の始まりを予感させましたが、2015年7月に岩田は体調を崩して入院してしまいます。その後11日に容態が急変し、代表取締役社長に在籍中のまま胆管腫瘍により帰らぬ人となります。業績が上向き、事業構造の変革や新規ハードの制作に乗り出した途上での急逝でした。この訃報は多くのゲームファンを悲しませ、 SNS をはじめとした様々なメディアに岩田に対する追悼のメッセージが寄せられました。個人的にものすごく覚えているのが、死去が報じられた13日、スプラトゥーンの広場が岩田さんに対する感謝の言葉であふれた光景です。こんなにもたくさんのゲーマーに愛されていたのかと心が震えたのを覚えています。2015年9月、岩田亡き後の任天堂は代表取締役社長に任天堂オブアメリカで10年以上社長を務めた君島辰巳が就任し、ソフト部門のトップである宮本をクリエイティブフェローに、ハード部門のトップである武田を技術フェローとして添える形で大規模な組織再編を行います。君島は岩田のゲーム人口の拡大戦略をさらに進め、任天堂 IP に触れる人口を拡大するという基本戦略を設定し、ユニバーサルスタジオジャパンでのスーパーニンテンドーワールドの開業や他社へのキャラクター使用権の許諾増加などを通じ、キャラクターのファンを増やすことでゲームソフトの売り上げにつなげるというビジネスモデルを推し進めました。また自身を含めた3人の取締役全員が高齢であることから、若手を積極的に登用し、開発から経営まで広く権限を握っていた岩田を失った衝撃を教訓として、プロデューサーへ最終的な制作権限を移譲することで、山内時代から続く100人の盆栽より1人の天才というカリスマ的トップに依存する体制からの脱却を図りました。君島は経営管理畑の出身ながら、ゲーム事業は数字のみで評価して経営すべきではないとの考えを持っており、
開発者が完成度に満足していなかったブレスオブザワイルドの開発期間を延長させ、有力ソフトの投入時期を調整するなどして、Wii U からスイッチの切り替え戦略を成功させます。君島就任から3年後の2018年、任天堂の売上高は7年ぶりに1兆円を超え、君島は社長交代の前倒しを決意します。2018年6月岩田の秘書も務め、岩田亡き後に経営企画室長へ就任していた古川俊太郎が社長に昇格し、君島は相談役へと移動します。混乱状態にある任天堂をまとめ上げ、スイッチの立ち上げにも成功し、業績が好調のまま若手に席を譲るという君島の見事なバトンの受け渡しが、偉大なリーダーを失った任天堂の窮地を救いました。古川体制の任天堂では、君島の任天堂 IP に触れる人口の拡大という基本戦略を継続して追求し、この戦略の下でゲーム専用機ビジネス、モバイルビジネス、IP 展開ビジネスという3つのビジネスの柱を置くことが宣言されています。ゲーム機専用ビジネスとしては、任天堂スイッチが好調で、任天堂史上最も売れた据え置きゲーム機である Wii に近いペースで売れ続けており、モバイルビジネスとしては2019年にドクターマリオ、マリオカートツアーといったゲームアプリを展開し、IP ビジネスとしては渋谷パルコに任天堂東京を開業、 USJ のスーパーニンテンドーワールドも2020年の夏までのオープンに向けて準備が進んでいる状況と、3つのビジネス、そのどれもが好調に進んでいます。今回任天堂の歴史をたどることで、彼らがどういった思いでゲームを作ってきたのか、そしてどのように経営哲学が磨かれてきたのかを知ることができました。もちろん今回ご紹介できた内容は、任天堂という深い歴史を持つ会社に対して偶然スポットライトが当たったほんの一面でしかないはずです。それを裏付けるように、2019年に文化功労者に選ばれた宮本さんは次のようにコメントしています。ゲームは一人で作るものではないので、個人でこのような名誉をいただくことになり大変恐縮しております。この言葉の通り、スポットライトの当たらない場所でご活躍された方々のいくつものドラマの中で、山内さんや横井さん、宮本さんや岩田さんの提唱した経営哲学が磨かれ、今日の任天堂が作り上げられたのだと思います。中でも独創、驚き、娯楽に徹せよ、枯れた技術の水平思考といった哲学は、任天堂の企業文化を醸成させた鍵だったように感じます。未だに岩田さん亡き後の任天堂を憂う声を聞くこともありますが、任天堂らしさという DNA が現在も色濃く受け継がれていることは、公式サイトの社長メッセージを見れば明らかです。任天堂に関わる全ての人を笑顔にするために、新たな驚きを生み出す挑戦を続けていきます。これから先、古川さんならではのアプローチによる独創的な任天堂の活躍に期待を寄せましょう。今回は以上です。このチャンネルではゲームやガジェットに関する動画を投稿しています。これからも動画見てあげるよという方は、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。